何度でも何度でも何度でも。なんで向こうに着いた？なんで俺たちを裏切った？答えろ！結局貯金も尽き、でそこから僕アニメが見られなくなっちゃって。新しいことにトライするには苦難や苦労がつきまとう勇気がいる。しかし一歩踏み出せばその先には希望があるかもしれない。この番組はそんな新しい一歩、新しい人生を踏み出した人物に密着する。5歳からイギリスに5年間帰国子女として行ってたんですけど、イギリスにいる頃は祖母がビデオテープにアニメを撮って送ってきてくれてたんですよ。でもそのアンパンマンだったりドラえもんだったり本当にメジャーなものだったんですけど、帰ってきたらアニメの種類がいっぱいあることにすっごいびっくりしちゃって、ヌーベとかあとエヴァンゲリオンとか最盛期でしたし、ランマ1/2っていう作品が一番好きだったので、ランマに出てくる全部ありったけの必殺技を叫んでました。火中天身天栗剣飛龍昇天派。中学校ぐらいで、あ、声優さんっていうものがあるんだっていうのを知って、高校に入って友達から声優が好きなら目指してみればいいじゃんっていうのをふと言ってくれた子がいたんですよ。え、なれんの？本当は高校卒業と一緒に養成所に通って声優の道を目指そうと思っていたので、でも、まあ、結局親の反対が強かったせいで、まあ、とりあえずおとなしく大学に行こうと。大学に行きつつ22歳になって、じゃあいざ声優になろうって僕の中ではすごい遅いなって思っちゃったんですね。エアコンの設計開発の事業に就職することになったんですけど、設計がやりたいと思って入ったんですけど、下積み期間が結構な年数を要されて、それがちょっとストレスになってきた時期があったんですね。ストレス発散する方法が欲しいと思った時に、社会人の人たちってそんなにアニメに詳しくないんですよ。趣味が合う仲間がいる、趣味としてちょっとやれるっていうことで週1で仕事をやりながら通ってたんです。それこそ終わった後みんなで、ね、マックに行って、この間のあんなアニメ見たよ、超面白かったよねみたいな。でもそれが本当に楽しかったですね。当時は入ってから半年後の初めてのオーディションで一番上のクラスに受かっちゃったんですよね。いろいろな事務所のマネージャーさんがオーディションに来てくれて、ある意味就活のようなことをしてくれるっていう、これワンチャンいけんじゃないのかなって、しぼんでたものが急にできるって思った瞬間にそっちの欲が強くなりすぎちゃって。だからオーディションの結果を見た次の日にはもう決めてました。 まずは親を説得しないとなと思ったんですよ。まあ、口論しようと思ったら、親父があっさりと、就職もしたし一通り社会も見たし今もそんなことを言ってるんだったら、じゃあやってみれば、ことを結構投げやりに言われ、結構貯金あったんで、お金もそんな簡単には減らないし、バイトしながらどうせやるつもりでもいたんで、最低限の生活ができればとりあえずいいんじゃないかっていう。変な話、事務所に入っても営業対象にならないことには仕事ってもらえないんですよ。僕はバイト頑張ってましたね。派遣で結構力仕事系をやったり、保険のコールセンターを行ったり、最終的には深夜の牛丼屋。年齢的な焦りが一番強かったですかね。そろそろ30って頃に近づいていくと、今頃みんな主任とかになってんのかな、月給25とか30もらってんのかなと思うと、やっぱアルバイトとしてはしんどかったですね。結局貯金も尽き、どん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 惨めな思いにはなっていきましたから、やっぱ親への申し訳なさが一番でかかったですかね。夜帰ってきたらご飯が用意されてるんで、それも本当に辛くて、外で食べてくるからって言ってご飯とかも用意させないで、もう会うと本当申し訳ない気持ちが出てきちゃうから会わないようにしたりっていう大変なことをしてましたね当時は。アニメのオーディションが当時年になんか3本ぐらいしかなかったんですよ。その3本でなんとか受かるしかなかったので、すっごい頑張ってて、最後に来たオーディションで最後の3人まで残ったみたいなんですね、オーディションで。でも結局それが決まらず、マネージャーからも、もうなんか芝居とか声の質も似てるし
ちょっとそろそろお前きついかもしれないっていう、そのマネージャーにもちょっと諦めかけられちゃって、でそこから僕アニメが見られなくなっちゃって怖くて。僕じゃなく受かった声優さんのお芝居をたまたま見たらすっごいかっこよかったんですよ。あ、この人よりもうまくできるなんてとんだおごりだったな、今のままじゃ絶対無理でしょうとなって、そこからまたお芝居を全力でやるようになって、実を言うとオーディションに呼ばれてなかったんですよ。追加オーディションのような形でちょっとテープでいいから自分で撮って送ってごらんって言われたんですよ。だからもうとりあえず何かインパクトを残さなきゃと思って、結構ギャグ要素を盛り込んだんです。絶対絵とかに合ってなかったんですけど、今思えばとにかくなんか面白いと思ってもらえたらいいやと思って出したら受かりました。でも後々聞いたら荒削りなところが面白かった。事務所に呼ばれたんですよ。なんか呼ばれて事務所に入った途端にもうベタですけどクラッカーバーンって言われて、おめでとう、この作品見覚えあるでしょって漫画出されて、おお、いや嬉しいっす、いやマジ嬉しいっすって。でその後すぐ舞台の稽古があったので、あ、じゃあちょっと僕稽古行ってきます、よろしくお願いしますって出て、電車に乗って初めてもしくは主役かよ似合う。主人公がかっこいいってちっちゃい頃から思ってるんです。戦隊ヒーローはやっぱ赤が一番かっこいい、アニメもやっぱ主人公がかっこよく見えちゃう、そういう補正がかかっちゃってるんで、なんかやりがいがないとかじゃないんです、もちろん他の役が。ただなんかあるじゃないですか、そういう擦り込みじゃないけど、そういうのが未だにあるので、やっぱやるんだったら主役をやりたいっていう気持ちは今も変わらないですね。だから皆さんもきっと合う合わないっていうのはあると思います。でもだったらきっと転職別の道を探すのは僕は全然ありだと思うし、僕28でデビューしましたけど、声優が28でデビューってはっきり言って結構遅いと思うんです。でも可能性っていうのはどっかにあるし、遅いってことはないと僕は思うので、皆さんもなんかでももうな、さすがに年齢的にだったりこれだけやってきたのにやめるのはなっていうのは言い訳だと。だから一回やめてみて始めれば絶対に何か得られるものはあるし、今まで培ったものを生かす場も必ずあるので、踏み出してみる勇気が一番大事だと思います。心のこもったサービスで新生活のスタートをサポートするアート引越センターの提供でお送りしました。